ラウラ・シグムントは、ドイツフィルダーシュタット出身の女子プロテニス選手。2016年の全米オープン混合ダブルスで、クロアチアのマテッパビッチとペアを組んで優勝した。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス5勝を挙げている。身長168センチメートル、体重62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 WTA ランキング最高位は、シングルス27位、ダブルス40位。シグムントは3歳でテニスを始め、2006年にプロに転校。四大大会では2009年全米オープンで初めて予選に挑戦するが、なかなか突破することはできず、初出場は6年後の2015年ウィンブルドン選手権であった。2015年はダブルスで3勝を挙げた。 2016年前後をオープンでは3回戦まで進出した。4月のポルシェテニスグランプリでは予選から勝ち上がり、シモナ・ハレプ、ロベルタ・ヴィンチ、アグニエシュカラドアンスカとトップ10選手を3人破りシングルスツアー初の決勝に進出した。決勝ではアンゲリク・ケルバーに46、06で敗れた。7月のスウェーデンオープンで2度目の決勝に進出し、 カテリナシニアコバオナナゴ、6-1で破り、シングルスツアー初優勝を果たした。2016年8月のリオゴリンで、初めてのオリンピックに出場した。ベスト8に進出し、準々決勝で、金メダルを獲得したモニカ・プイグニー1から6、1から6で破れた。2016年全米オープンではマーテパビッチと組んだ。混合ダブルスで決勝に進出した。決勝では、 ココバンダウェイラジーブ・ラム組を64、64で破り優勝した。2017年は4月のポルシェテニスグランプリの決勝でクリスティナ・ムラデノビッチを61、26、76で破りツアー2勝目を挙げた。しかし5月のニュルンベルクカップに回戦のバルボラ、クレーチコバとの試合中に右膝を痛め途中棄権10ヶ月の長期離脱を余儀なくされてしまった。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。